EU ・ヨーロッパ連合は2日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの首都キーウで外相会合を開きました EU 域外での開催は初めてで、EU の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表やウクライナのゼレンスキー大統領のほか、EU に加盟する27カ国の外相らが集まりましたボレル氏は会合後の記者会見で、ウクライナに対し 来年最大50億ユーロ、およそ7800億円の支援を提案したと明らかにしました。